どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけで、続きやっていきましょう。ストレートの直球人生リアル。ついにやってまいりました。クライマックスシリーズ、明日から、はい、開幕いたします。ファーストステージはヤクルトと広島。パリーグでは日本ハムとオリックスが対戦だそうです。いきましょう。現時点、ヤクルトが2位なんで、アドバンテージが1つ、先に2勝した方が勝ち。ですが、ヤクルトアドバンテージが1個あるため、俺に任せると。わかりました。行きましょう。ちょっと疲労が溜まってんのは痛い気もしますけど、まあ、行きましょう。ここ勝てばいいんだよね、要は。行きます。相手は前剣。チックショー、この野郎、最多勝取りやがって。まったく。俺だってね、なんとか抑えられたかもしれないんだよ。前回の話ですが。まあ、今回は、だから、まあ、とりあえずこの試合か、これ勝てば、クライマックス、決勝進出ってことですよ。うん、頑張ります。アドバンテージ1個あるので。ただ、マイケン相手か。打てるかな。頑張っていきましょう。神宮球場との試合です。行きましょう。どうだ。お、いきなり投手、俺か。行きましょう。先頭打者切っていきます。まず最初、3人切っていきたいと思います。うわー、畜生、勝ちたかったな。だからこそ。なればこそ勝ちたかった。行きましょう。クライマックスシリーズの結果ってあれ、反映されないですよね。確か。あはー、いきなりか。いきなりか、マジか。やべえ、マジか。考えてなかった。畜生悪い流れが。さあ行きましょう。しっかり抑えて。バントマジで。じゃあ、ここら辺投げちゃうよ。どうだよっしゃ、させる。間に合う。どうだ。よっしゃーい。盗塁阻止。なめんじゃないよ。なかなかそんな簡単に取れるもんじゃないですよ。よし。ほい。オッケー。追い込ん、よっしゃ。ツアート、ツアート。結果俺ですよ。さあ、丸。すごく打ってたね。この、こんちくしょうーって今年はもう、広島がすごかった、いろいろと。だから負けられないですよ、なおさら。スイ。オッケー、157キロ、いい球いった。じゃあ、高め。ここら辺。スイ。よっしゃー、三振。2者連続三振です。どうだ。おー、1点入った。よっしゃ、嬉しい、嬉しい。ここはしっかり抑えて。おーの野郎、前剣にはもう負けないからね。さすがに負けちゃ悔しいもんですよ、本当に。うおーぶね。よっしゃ。真ん中よく振ってくれなかったよ、助かった。せいよっしゃい。じゃあ、ここら辺かな。あ、いや、キャッチャーの指示に従おう。せいうわーよーぶね、ファウルか。ふぅ、怖え。じゃあ、高め、ここら辺。信じる。せいおっと、サードゴロ、ショートゴロ。よし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 。オッケー、強打者抑えて、なんとかミッション成功です。さあ、ここをしっかり抑えていきたいです。相澤選手ですね。抑えましょう。以前、クラーサー選手と呼んでしまったこと、誠に、謝罪申し上げます。てか、本当にすいませんでした。リスナーじゃなくて、視聴者さんから、ちょっと、ご指摘いただいて、もう、勉強不足だなぁなんて思うんですよね。こういうの見ると、やっぱこういうことを教えていただくと。これからもちゃんとね、いろいろと、勉強していきたいと思います。せい、やっぱ野球、やっぱ、プロの方々でね、頑張ってるんだ、もう、夢もらってるんだから、もう、失礼なこと言っちゃいけないと思うんでね。だからそうか、もう自分はそういうの気をつけて言っていきたいと思う。やばい。ごめん。いいこと言ってるとダメだわ。まあ、いったなぁ。ちょっと、この流れはいかんぞ。1点差なんだからしっかり抑えていかないとですよね。せいオッケー、156キロ、いい球いった。ふい。オッケー、160キロ、いい球いった。現在最速161キロなんでね。なかなか。よいしょ。オッケー、打ち上げた。お任せてちょうだい。俺が取る？俺が取る？どっち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 ？ファーストね？はい。あれ？あれ？俺って空気ちゃん？俺絶賛空気ちゃん？もしかして。まあいいや。よっしゃ。はい、失礼いたしました。なぜか止まってしまう音が、失礼しました。音声、また忘れてましたよ、てっきり。あ、止まってるじゃんと思ってすぐ止めたんですけど、申し訳ない。止まってるじゃんって、止まってるじゃんってなって、録画を止めたんですよね。録音が止ま、録画ソフトと録音ソフト別に使ってるので、結構それって普通なんですよね、三振。
そういうもんなんだよね。オッケーオッケー。さあ、マイケン。打つんだよな、この人。でも1割か。なるほどね。俺4割ですけど。俺ピッチャーで、ピッチャーの中で言うと、俺最、もうすごい打ってますけど。この前はホームラン打ちましたけど、負けませんよ、だからこそ。よっしゃい、ピッチャーゴロ。はい。よーし、スタート。まあ3人でしっかり切ってね、抑えていきたいと思います。出た。今年ね、もう首位打者3割6分6厘という化け物じめた打撃をしてくれました。なんてことをしてくれたんだと。まったくもう、うちのね、山田選手のもう影、もう、いや、もう、影になっちゃいましたよ、彼が。もう2015年はトリプルスリーなんてすごいことやってくれた方なんですけども、せいおしゃい三振。オッケー、なんとか3人で切って。どうだ、あー、ゼロか。まあ、いや。行きましょう、4回。しっかり、先頭打者を抑えていきたいと思います。さっきは三振で抑えたから、今度も同じく、三タコってやつかな、思いっきり三振で、三振で切っていきたいと思いますが。おっしゃ、オッケー、159キロ。ここら辺投げたら振ってくれる気がする。せい！おっとー！ナイスキャッチ、サード。いやー、走ってくれてましたね。ありがとうございました。さあさあ、お次だね。ここも抑えて。とりあえず、だから、もう見事に 0-0 で、綺麗さっぱり抑えたいと思っているんですが、0-0 じゃないや。まあ、0更新だね。いわゆる相手の。じゃあ、ボール球で。ここら辺どうだ？せい！おっと、これは、ナイスキャッチ、ファースト。よっしゃ、3人来た。オッケーオッケー。いやー、気持ちいいね。ああいうバッティングをされてちょっと抑えられたのは嬉しいですよ。てか、エルトレッドでかい！すごいよ、威圧感がもう。なんだろう、そういう能力なくても威圧感あるよ、これは。160キロ出ました。ありがとう。三振持ちなんだ。なるほどね。じゃあ、ボール球投げたら振ってくれるかな？よっしゃーい。オッケー。よく抑えた、俺。さあ、第2打席。お、バントはないだろうな。じゃあ、思いっきりフルスイングしていきましょうか。来いや来いや、マイケン勝負だ。2割6分 2.63 だったわ、防御率。負けないよ。ここら辺かな。あー、振っとけよかったかな。まあいや、思いっきりちょっとホームランもう一本したいですよ、どうせやったら。しっかりと。ここら辺。せいだそう、セカンドゴロでした。まあいや。さ、まあ、こっからね、次。1番がノーアウトから始まりますから、次の、5回を裏か。だから、もう、まあ、しゃあないといえばしゃあない。次を抑えていきましょう、しっかり。このままもう、だから、ペースでいったら、おい。おい、158キロ、いい球いった。じゃあ、キャッチャーの指示に従う。ふい！オッケー！セカンドゴロ！じゃあ、俺はファーストのカバーに入る。おい、カバーってそういう意味じゃないよっていうね。後ろにつかなきゃいけないのに直接行っちゃいました、失礼。さあ、抑えていきましょう、ここも。絶好調なのは怖いですね。ミートがすごい！うい、158キロ。まあ、2014年の広島すごい強かったですからね。まあ、2015年も当然強かったんですけど。うい。じゃあ、この足元、低めに、ストラ！うおー、ボール球マジか。惜しいな。じゃあ、ちょっともう一回。スイ！よっしゃー、三振！いいね。あ、必勝って書いてくれて嬉しいね。いや、もうここはもう絶対勝つよ。必ず勝つと書いて必勝と読むんです。うい。159キロ、いい球入れました。じゃあ、低めに投げる。振ってくれるファーストゴロかな、セカンドゴロ。あ、カバー俺が任せろー。間に合うか、どうだ。ダメでした。流れを引き寄せられませんでした。うわー、ちくしょー。今カバー入ったつもりなんだけど、まだ、だから、深かったんでしょうね。まあまあ、仕方がない。スイッ！オッケー！今度こそカバーに入るっていうか、もういる。ほい。よしよしよし。なんとか3人で抑えましたね。3人で抑えてねえや。何言ってんだよ。まあ、0で抑えたってことだよね。今後は1点差を抑えましょう。マイケン相手に1点取れたのでかいと思ってね。はい、ストレート 100% です。行きましょう。マイケン。9-1-2はありがたいですね。1番をノーアウトで迎えるのは嫌なんで、それだけは避けたかったんでよかったですわ。160キロ。ノーアウト！よっしゃい！ライナー、サードライナーですね。よかったよかった。さあ行きましょう。ここでもうワンアウト取れたのは嬉しい。せいっ！よっしゃ、156キロ、150、でね。なかなかのスピード出して、せいっ！おっしゃ、入った。よかったよかった。じゃあ外角高め。いや、キャッチャーのここだな。うわー、振ってくれないか。じゃあ今度はここら辺？今度は信じる。せいっ！真ん中行っちゃった！打たれたー真ん中行っちゃった、畜生！同点のランナー、やばいですね。ちょっとこれ、ここでゲッツー取れば理想なんですけど、代打かな？
代打っぽいな。マジか。国母だね。抑えましょう、しっかり。行きましょう。セイ。オッケー、157キロ行ってまいった。じゃがいかく、セイ。オッケー、ゲッツー入った。はい。6、4、3。ああ、3が？おぉ、びっくりした。皆さんもちょっと大きな声出してびっくりさせて申し訳ない。くそー。うい、160キロ。いいね。スイ。よっしゃ、157キロ。いってまいった。じゃあ、ここら辺。なぜ音声が止まってしまうのでしょうか。まさか、動画で 2回連続で音が止まるのは初めてかなと思うんです。申し訳ない。行きましょう。ちょっとだから連続で収録しすぎなのかな。だからそれでソフトが疲れちゃったみたいな、そんな感じなのかもしれません。そしてエルドレッド141打点というとんでもないことをしでかしてくれました。畜生、頑張って抑えていきたいと思います。スイ。あれはあれかな、なんかマイクにあんま大きな音を出す入れちゃうとなんかそういう反応しちゃうのかななんて思って。いっこー。おうし、ワンアウト。オッケーオッケー、いいですね。なかなか。さあ続けていきましょう。しっかりとりあえずだからここに、ここで決めていきたいですよね。よい。おい。じゃあ外角、低めに投げる。オッケー入った。よっしゃ、じゃあ、高め、ここら辺かな？ざっとボール球。でもいい。振ってくれれば。よっしゃ、ストライクだった。でも三振。なかなかいいペースで三振が取れてますね。8個目です。よかったよかった。このまま完封任してくれないかな、俺に。そんな、だって慌てて、そんなに安定感のないピッチングでもないはずなので。おっと、あ、抜けてる、やべえ。安定感ないとか言ってごめんなさい。ちょっとやばいな、ツーベースコース。やべえ。ラッキーセブン、迎撃失敗。いい感じでいけたと思ったんですけど、やっぱり、油断大敵火の用心。頑張っていきましょう。さあ、キラー、ここ抑えますよ。スイ。オッケー、158キロ。ウェイ。オッケー、追い込んだ。じゃあ、ボール球、一球投げる。スイ。うわー、振ってくれないか。もう一球。高め、どうだ。よっしゃーい。三振、9個目。いいんだよ。三振取ればいいんだよ。さあ、第3打席、チャンス。行きましょう。なんか、バントの指示が出そうで怖いなー。出た。どんだけ俺にバントさせたいんだよ。まあ、ピッチャーだから当然の判断なんだけどね。おい。あ。くそ、もうちょっと内側か。勢いありますからね、バッ、よっしゃ。やべえ、これまずい。あー、よかった。いいんだよね、1個で。危ねえ。今、2個投げられたかなと思って。よっしゃ、よっしゃ。さあ、もう1点ください。どうだ。おっしゃ、よいしょ。おーほほほ。やったー、嬉しい、これは。いや、もうこのまま行きましょうか。あ、変わってる。マイケン落ちちゃったか。あー、残念。あー、じゃあ、もうこのまま押し込んでいこう。うおー、正面。いけると思ったんだけどね。まあ、いい、まあいいや。よっしゃ、よっしゃ。でもいいや。これで点数を取ってくれたんだったら、完封ですね。しっかり行きましょう。お、奪三振奪い。二桁奪三振マーク。任せてくださいよ。しっかり抑えていきましょう、ここは。誰？ロサリオ。なるほど。行きましょう。なんか考えてみれば、あんま広島とやりませんでしたからね。うん。だから、マイケンとの直接対決がなくて、あんなに勝利数が稼がれちゃったのかななんて、ちょっと今考えれば、そういう、ちょっと、イメージがつきますね。ロサリオで三振取りたいですよ。彼三振持ちなんで、うわぁ、ダメだった。サードゴロ。よし。うん、それで二桁奪三振取れれば理想なんですけどね。三振持ち持ってるバッターから取りたい、できれば。堂林持ってたっけな。まあ、とりあえず押せましょう。名手なんでね。うい、初球な、よっしゃ。まず初球潰して。初球丸ワン結構厄介なんですよね。よっしゃ、三振、オッケー。あ、もう三振罰持ってる。よし。ここら辺、スイ！打ってくるんかい！しかもヒットかい！せめて、ボンダにしてくれないとな。まあ、いいや、いいや。これで一番。すげえ、なんか、三振取れないバッター来てますね、なかなか。うーわー、厳しいな。おーっと、おー、やべやべ。あー、しまった！何やってんだ、俺！せめてアウトにしないと。何してんでしょうね、すいません。やべやべやべ、ちょっと慌てて、なんかセカンド投げようと思ったら、完全に、そうだよ、ピッチャーだから逆なんだよね、コマンドが。間違えました。失礼しました。よっ！振ってくれない、ボール球。三振取る！よし！オッケー。とりあえず二桁奪三振は取ったぞ。いいんだよ、いいんだよ、これでまずいいんだよ。ツーアウトだ。やべ、丸か。完封してえなー。すごく完封がしたいです、僕。うい。ここら辺、スイ！よっしゃ、追い込んだ。よっ！よっしゃ、三振、11個目。
いいんだよ。今日、脱三、過去最高の脱三振かな、きっと、もしかしたら。さあ、最後任してくださいよ、完封。いきますから、もうこのまま任してください。11奪三振でかなりいいペースで来てますから。あー、このまま、これも記録に残ればなーって思うんですよね。すごくそう思うんだー。ファール危ねえ。思いっきり引っ張られたの危なかった。結構こう見ると広島ってなんか、三振持ち多い気がするのは僕だけでしょうかね。うい。あー、ボール球か。なるほど。逆境丸か。ちょっとやばいな。ほい。よっしゃ、三振。12個目です。いよいよ、このままもう綺麗に。最高で14か。現時点で。取れるとすれば。頑張って取りましょう、じゃあ。いきますよ。スイ。おっしゃ、ストライクいった。じゃあ、いや、外角高めはね、決め球でいく。スイ。打ってくれちゃどうしようもないんだな。抜けたー。すごい抜ける。やだー。やばいな。あ、でもこれゲッツー取ればいいや、もう。もういいや、二桁奪三振取ったから、これ以上の三振は望まない。うん、そもそもあの三振が簡単に取れるようなバッターではない。おー一個一個一個よしよしよし、ツーアウトランナー二塁。びっくりした、今、ボールどこ行ったっつって。さあ行きましょう、最後押さえて。ここは、よいしょ。おい、159キロ。球界ながらこんなスピード出ます。ボール球、スイ。うわー、振ってこない。なるほど、じゃあ高め。ボール球よっしゃーい。三振で切りました。切り上げましたよ、ここ。なんとか勝って。よっしゃー、ありがとうございます。クオリティスタート確実に2桁奪三振。過去最高の記録。の割にはなんか7、な、やっちゃいましたね、ちょっと。7つもヒット打たれるとは思わなかった。まあまあ、そういうもんでしょう。あー、記録残らないよね。マイケンに干渉したのに。はい、頑張って勝ちましたよ。結構、あ、でも意外とミッション失敗してるな、こうやって見ると。まあまあ、いいでしょう。はい、ありがとうございます。クリアしました。うい。ファーストステージ、大手。あ、大手だからまだなんだね。明日勝って頑張ってもらいましょう。というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。